なんか穴開いてんのかと思った。あ、まあ、あの封印がの壁が解かれたからまだだよな。お、雰囲気あるわ。やりますね。え、なんで今更こんな雑魚をよこすの。いやいや、どけ。逆に考えるんや、こんな雑魚が今出てくるってことは、あ、徐々に強いやつが出てくる。どう、また扉だ、また扉がいっぱいあるよ。開けよ、開けよ。このリドウグモンパレの、あれ、今日ボスの顔が上にあるね。まあ順番にやれってことか。これ多分ブーメラン無理かな。おまかにもすデブーボルドギーラ。ジャイハーラだってかわいそうじゃない。デブ呼ばわりって、あれ、あれ、あれ、待て、お前なんか押してる途中に消えたぞ。順番がちゃうんかな。どういう順番、順番とか関係ない。お、でもゴーマが一番長くついてんな。最短でやってみる。最短で。おお。おお。え？え？すぐ消えたな。じゃあ。ところはこれぐらいで勘弁していてやるよ。そうやな。後で来たら案外すんなり解けるかもしれないし。あ、なんかさっきこっちっぽい。あ出てよかった。なるほどです。なるほどね。え、なんか揺れてる。え、何、誰だお前は。バロンよ、この部屋の中の様子をよく覚えておくのだ。床の形、壁にかかっているものの数。なかった。モルドゲイラ、モルドゲイラ、ゴーマ、デブでこいつな。全然覚えてあげれてない。デブはちょっと覚え方やばいな。忘れるから早くして。え、逆に順番教えてくれてる。モルドゲイラ、オーマ、ホー、はい、はい、オーケー、何、闇が、こんにちは、それは驚くよ、リンクと同じ反応よ。なるほど、ガノンはここから地上に蘇ったということか。ここか。ここからやな、バロンよ。ガノンが作り出した地上への道、我々が今度使わせてもらおうではないか。海の上の世界で何か必要なものがあれば、船に乗ってその光の中に入るのだ。まあ、ここから地上に戻れますよと。海の上に戻れますよっていう。あ、そうなの、うん、地上に戻るだけだけ。でも別に今更はないですけど。そうやな、もうおばあちゃんのスープをもらったし、テリーにはバトンをして帰ったし。ああ、え、
なんか見落としてる。さあ。石碑は？もう絶えます。絶えますとか。こんな読まない。石碑。あ、え、そうなったっけ？え、どこ？じゃなくて、あの下が穴の方の。どうなったっけ？全然見てなかった。左側の、あ、お前やん、あれやん、こいつの光で見えへんかったわ。おお、チェック。闇の底で待つ我がしもべの持つ剣は我を指し示す道しるべない。闇の底で待つ、闇の底で待つ我がしもべの持つ剣は闇の底、闇の底、おら、うん、何？おお、どういうファントムカノンが出てきた。これが本物？あ、くるって回るんちゃうかな。くるって回るはず。あれ、回らん。ごめん。あ、闇のしもべの持つ。我を刺し。ああ、ほら、来い。分散、分散やんけ、分散やんけ、分散やんけ。回転切りか。むずい、タイミングがむずい。ばあちゃん。どうしたんだい、ボドンや。いつかにかたけえ、マジ。こいつだけ謎に火力高い。あ、これはキャッチボール。あ、オッケー。テニス、テニス。いいね、いいね。さあ、あ、強い。強豪テニスファン。おい、どこしよう。顔倒したの。当て方。なんやろな。あ、これは回転切りなのか。お、当たってる。いや、いいね、いいね。また拾うな。あ、拾ったら差し示すって、多分、あ、そうそう、最初に向いてた方向多分ここやから、これだってんじゃん。来た。そうそうそう、いいですね。で、あれ、で、あれ、入ってきたよ。間違えた。あ、どういうことやね。じゃあお前こっちじゃない。まがまがしい。ち、逆、剣先じゃなくて塚の方じゃないかな。お前や。じゃあなっちゃったんじゃん。それ地上に戻らなかん説出てきた。地上っていうか海上というか。あ、そんなに出たらダメですか。やるんやったらちょん。うわぁ、てか振り切った後のあれが、離れたら離れたでむずい。これ多分こういうのは中高生とかの方がなんか得意なんやろな。大人になるとやっぱどうしても反射神経が衰えるから。こっち、カメラの問題か。お、あれ、うまいこと言ってんな。いいね。カメラか。これ見づらい。ふい。ふい。いいですね。順調やね。
の画角なら距離感が測りやすいかな。おいいね。いやああちょっと早なってたな。食ったのに。このゲームおかしいぞ。このゲームおかしいぞ。いやいやいや、ちゃんとあの回転ギリでもいけるよう準備します。あ、こいつえ耐えやがった。え、耐えるとか。で、さ、向こう。何回ぐらいやろ。あ、いいね。一発で死、さっきのは一発で死で倒れんかった。どういう違いや、ようわからん。なんやろな。まだ続くんかよ。なのしつけぞ。おお、そろそろかな。近いな。近い近い。いや。オッケー。お、ストップ。お願い。いいね、距離をいい感じにとって。そう、はい、早いな。捨てるつもりやねんけど。わあ、この画角はやりにくい。このものも。あ、わかったわかった。これ別にカウンターでとか狙う必要ないんや。普通に殴ればいい。お、いいっすね。会えた。これは耐える。まだ耐える。なんで？なんて書いてる？書いてる。何も書いてない。何が見てんねんお前。怖っ。いや、ケンミ。え？違う、どっち向きかな、これ。その難しいカメラ。出た。ズブラガボラか。え、それ。あのムジュラの仮面で出てくる刀鍛冶の名前で。あ、そうな。刻印されてんの。そうそう。ズボラとガボラ。確かズボラとガボラ。光の矢。光の矢。聖なる光が悪を射る。おお。光の矢。カリネってね、うん、時のオカリナの記憶やと、そのただのイベント武器みたいな。いやいや、そんなことない。悪をいるんですよ。いや、悪をいるんだけど。見なさいよ。ほら、悪を言ったでしょ。え？いや、俺マジで会社やった時そのリアクションだった。歴代の光の矢とは比べ物にならん性能してんねんけど。今までの光の矢ってマジでなんかイベントで悪しき者をいるんやけど、なんか、結局光の矢で撃った後になんか剣でぶん殴ってとか、別に雑魚的に撃ったところでそんなに威力変われへんとか、そんなやってる気がすんねんけど。いや、まあ普通に一回雑魚的にも撃ってみたらええわ。
あ、これは。では違うんだよ。あれ？悪じゃないやろ。あれ？あれ？ん？俺はどうしたらいいや。おお。逆にこれは負の権利。で、俺らがっていうかそのバロンが降りてきたとこってこうハイラル城の中庭みたいな。そう。周り隔てられてる。魔法と矢を与えたから光の弓矢を試してみろと、そういうことでございますな。体に溺れる。あもういワンパン。恐ろしい力を手にしたね。溺れてしまう。溺れてしまうね。まあ、そんなこと言ってもこんな鎧を着てたな、弓矢なんかな。まあ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 、関係ないんですけど。関係ないんですけども。最強や。最強の武器を手に入れてしまった。マスターソードなくていいんじゃないかってレベルの最強武器。まあ、しかも思ったより魔力消費してない。あと、炎も。とか氷と一緒のレベルなんかな、知らんけど。あ、これ今しかも今気づいた。何？この、この、こいつ倒、あの敵倒した時に出てくるこの丸いやつ、タイミングよく壊すと中身が豪華になるって今更気づいたわ。そうなの？ちょっと見といてや。まずだってこいつらを倒すやろう。片手まで倒せる。これさ、色変わってるやん。黄、赤、緑って。で、黄の時に割ると豪華なんだよ。緑やったらアオルピーやん。今割ったけど。で、赤、緑、いいやつも。あれ？あれ？嘘言ったかもしれん。いや、さっきこれでキルピーが出てきたんだよ。中身が豪華になるかもしれない。嘘、話半分。迷信や、迷信。てか、ガチャの引きが良くなるみたいな。あ、急に入水。誰だ？ベッド。変態的すぎる。こんなとこにベッド。そうやな。寝起きでびちゃびちゃ。趣味が出てるな。ん？何とか。ゼルダ。待て。そう、テクな。夢の夢が見える。海。見渡す限りの海。魚も取れず、泳ぐこともままならぬ海。ハイラル王は何と言った？神がハイラルを封印したと。再びハイラルを起こす民を残したと。どうしない。漂うこの葉のような数えるばかりの島で何ができる。何も言い返せない。わからぬのか、お前たちは。滅ぼされたのだ。お前を待っていた。お前がわしの前に出るにふさわしい、そう、勇者となって現れるのだ。私の期待を裏切らんでくれよ。どういうことや。ああ、また変身すんのかお前。変身ノルマやな。しかもでかっ、でかっ。
ツイッターね。でかい上に、しかもこいなんか全然原型とどめてない。あ、風たく名物ボス。クトクトガノン。お、なんか紐が。クグスガノンの名前の通りこう。フルーツなんですよね。口が。さあ攻略法も食べでしょうか。おい。切れへんのかこいつ。ボディにボディにロック、ロックさしてもてる。いや。あ、切れてる？切れてない。切れてない。切れてないですね。ブチッと切れてないな。ん？どういうことや？どういうことやねん。よ、よ、右足を見て。右足が切れてる。あ、お前、お前なんか召喚してきた。ああ、どうでも敵が召喚できないですね。ボトルみたい。はい、はい。切れた。俺はなんてバカだったんだ。これだけ当たれー、当たってねーないか。おい、上向けよ。戦してんな。シュ外れたか。真ん中。おバエラ邪魔や。これ弱点ちゃうん、違うわ。こっち向いてくれ。おうおうおう、急に光りねが。あれ、うん、ね、なに打つところが違う。わあ、こう出てくる方法がある。打つところが違う。あの飴玉まだまず動きを 止めてくれませんかね。なんて倒れる時かな。今やつができる攻撃がそれだけやから。あー、でかい。おい、すぐ動くやんけこいつ。魔力をくれ、魔力をよこせ。魔力は魔力あった来たのに。ずっちで、そういうの全部切らんでもええよ。あ、そういうこと。うん、でもこれするとまあ狙いやすくなるかねとかまああるけど、尻尾は切った方がいいな、多分。そやな。おっと、ガノンの何？ガノンの嫌がらせから俺のウィーが、ウィーが壊れたか。マジで。ええ何ですか。ああ、言うて Wii って15年ぐらい前やもんな。もっとか。リセットしますね。はい。
自分の顔モチーフ使いすぎやろか。ナルシストやからさ。ナルシストやから、その世界征服もするわ。ここまでかな。ウィーが多分悲鳴を上げてんのかもしれん。あ、でも触っても言うほど熱くないな。何があかんねん。まあまあ、でも長時間プレイは良くないってことやな。知らんけど。よし、次回終わらせるわ。うん。今回はさ、この辺で。はい。